こんにちは、コスイです。本日のテーマは不倫に陥りやすい人の特徴というお話をしていこうと思います。えっ、ー、と今日のお話は。 不倫に陥りやすい人にももちろん当てはまるんですけどそれ以外にも不本意な、えー、と扱いなんかこう不当な扱いを受けているにもかかわらず男性から、ね、あの離れられないっていうあの恋愛をしている方も多分当てはまることだと思います。えー、といろんな方のの、ね、不倫の相談を まあ日々受けているんですけれどもどうしても既婚者にばっかりね気持ちが向いてしまう人っていういらっしゃる人もいらっしゃってそういう方々とかそういうなんか愛されてもいないひどい扱いを受けてるのにその人と離れられないみたいな方にはなんかやっぱり共通点がすごくあるように思うんですねで一応念のために言いますけど私は別に不倫をダメだとか えとやめななさいいいいとかそういう,ふうに別に別思っていないんで私は、まあ、どっちでもいいっていうかそれはあくまでもその、まあ、世間的なルールではダメなんでしょうけどあのただまあその人の人生をどのように生きるかとか何を選択するかっていうのは自由だと思うしあの不倫だろうと普通の恋愛だろうとそれはただの通過点でしかないっていうかそういう風なふうに思っているので別に。 それは経験の1つというだけですから特にそこにか関してこう批判とか、あのー、否定とかはしていません。それを一応念のために言っときますね。だから不倫がダメだという話ではないんですよただ、不倫をしておられる方を見ている限りそれをなんか喜んでしている人ってはあまりいないと思うんですね。 なんか苦しんでたりとかあの本当はこんなのことダメだな嫌だなって思ってるのにそこから出られないみたいな感じの方が多いのでそういう方に向けて話してると思ってもらったらいいと思いますあの不倫が楽しくて別にそれでいいねんっていう人は今日の話は多分当てはまらないっていうかあまり関係ないと思うので別にどっちでもいいです、はい、でまずその特徴っていうのことで言うとね 1>, あの1つ目は自己価値が低いっていうのがあると思うんですね。なんかまあご自身の中で私には価値がないとか私は愛されるべき人間ではないとかこのままの自分そのままの自分では愛されないんだとか、えー、ともっと頑張らなければいけない自分今の自分をもっと変えなければ愛されないんだっていう気持ちが強いっていう傾向があるのが1つ。でもう1つは、他人に認めら えごめんなさい他人に認められようとしているこの気持ちがすごく強いあの誰だってね他人から認められたら嬉しいんです、ね、それはだから普通なんだけどもそれが過剰に求めているというか、えー、と誰か人に認めてもらわないと自分の価値を確認できなかったりとか誰かに認めてもらうことによって初めて自分には価値があると思えるとかそういう感情がすごく強い人が多いっていうふうに 思いますでねそういうふうにこの今2つお,お話しした要素ですけどなんか誰かから認めてもらえた誰かっていうのは男性ですよね、まあ、好きとか好きな好きっぽい感じを見せてもらえるっていうのは認めてもらえたっていうふうにこう感じるじゃないですかそれをなんか愛だと思い込んで突進していくっていう形をとってる方が多いなっていうふうに思うんですね でこういう方の、えー、とこの現象っていうのはねどういうことかなと思うとやっぱり自己愛がすごく、ね、少なくてあの例えばですけど心の中に愛の、ね、コップみたいなのがあるとしますよね例えですけど愛のコップがねもうカラッカラにから乾いてる状態もう空っぽで一滴も水がないみたいな感じの愛の水がねない感じの状態なんですよ心の中がね。だから その殻に乾いているところに例えばですよ、下心満載のね男性がひょろーってこう近づいてきてね、ちょろっとねこう恋愛もどきのね愛のようなものをポトンって一滴落としていくんですよ。なにねちゃん、かわいいねとかね、なんかこうちょっとこう下心満載なんだけどちょっと優しい言葉みたいなのを落としていく。そうすると元 が枯れてるじゃないですかカラッカラに枯れているもんでそこに一滴落とされただけでものすごいね愛が染み込んできたかのごとく感じてしまってまあ勘違いなんですけどあのそこに喜んでしまってこの人は私に愛をくれる人だっていうちょっと誤作動というかあの勘違いを起こしていくっていうところがあると思うんですね。それでもう あのここぞとばかりにくれそうだからもっとちょうだいもっ,もっともっともっとっていう感じにこう求めていくようになる私を認めてもっとって私のことをもっと褒めてみたいなねやっぱりあの好き好きだよとか好きっぽいあの雰囲気を見せられたってことはなんか認めてもらえたっぽいじゃないですかそれが嬉しくてがっついていくっていうなんかこれはなんか例えるならば あのすごいもう空腹3日、未晩食べてないもうお腹空きすぎてる人、ね、がいたとしますよねそのもう植えてるんですよ、その植えてる人にもう例えば3日ぐらいねその辺にあのラップもかけずに置いてたパンカサッカサのパンがあったとしますよね、そのカサッカサのパンをそのお腹空きすぎてる人に入ってあげたとしたら多分ねその人はねもうがっつくと思うし。 そんなカサカサのパンだったとしても他に何も食べてなかったらとにかく食べると思うしあのそのくれたた人は神様みたいに見えると思うんですよ何でもいいから食べたいっていう感じになって満たされようとするなんかそれに似てるんですねちょっと例えは変なんですけどあの普通に空腹じゃなかったらそんな3日間お普通に置いてるラップもかけずに置いてるパンとかもらってもいやいやいらん ってななるじゃないですかこんなカサカサのパンをいらんわってなると思うんですけどもうお腹空すきすぎてたら多分食べるんですよそんな感じで飢餓状態愛が飢餓状態なもんでちょっと愛っぽいものをくれた時にもう今だっとばかりにガッツいちゃうっていうそういう風になってる方が多いんじゃないかなと思うんですねでそれをねそのことを私は彼が好きと 思い込んんでらっしゃるんだけどねよーくね自分の心を見てみてほしいなと思うんですよ。それは彼を好きなんではなくてもしかしたら彼が与えてくれる人自分を認めてくれる人だから好きなだけだったりしませんかっていう問いかけをしたいんですね。だから認めてくれたからそれが愛だと勘違いしてませんかって。で、あのー 愛それって相手を愛してるんじゃなくて愛のようなものをくれる人だから好きなだけ実はそのくれてる愛っていうのも本物の愛じゃなくて下心だったりとかあの別に愛とかでもなくただ利用されてるだけだったりするのにちょっと優しくしてくれることによってなんか愛もどきのように見えて。 その相もどきにすがってませんかこれちょっと自分の心に聞いてみてもらいたいんですよその人を失ったら途端に自分の価値がなくなる気がするんじゃないですかだって唯一その彼が自分を認めてくれてる気がするから好きだよとか言ってくれただけでなんか自分は認められたような気がしてその認めてくれた人がいなくなったら 自分の価値がなくなるっていうふうに無意識に感じてすがてませんかっていうことね。じゃあなんか本当に人を愛するってどういうことなんだろうなって一度考えてみてほしいんですけど、うん、と相手がその愛のようなものをくれるからその愛のようなものが欲しくってこちらからも何かしてあげるとか。 それって愛なんですかねまあ愛の定義っていうのはちょっと人それぞれ考えがあると思うしあの私が絶対正しいとは思わないんですけどまあ私が思うので言うとね、うん、愛って多分自分の中の愛のタンクですねあのさっきの愛のコップでもいいんですけどにある程度溜まっていって愛がね愛が溜まっていって その溜まっていった分のちょっと溢れたものを分けるみたいなあげるみたいな意味であじゃあこの余力の部分でしてあげましょうかみたいなしてあげたいなって溢れて出てくるものが愛なんじゃないかなと思うんですね。でもそのさっき言ったみたいなもうお腹空いてて飢餓状態でカラッカラのところにちょっと水を。 愛の水をくれたような気がしてそこにがっついて「ちょうだいちょうだいちょうだい」だいってなってる状態の愛って、うん、とその相手がくれるちょっとの相もどきのようなものを「欲しい」がために一生懸命尽くすそれを「欲しい」から尽くすっていうふうになってるんじゃないかなと思うんですね。でもそれっってて交換条件っていうかかなんか私 愛してほしいから一生懸命尽くす尽くしたら愛してくれるような気がするみたいなのって本当に愛なんでしょうかねうんなんか欲しい欲しい欲しい私をもっと認めてとか肯定して褒めてとか愛してるって言ってほしい愛して愛してって相手に求めてるものって相手のことを本当に愛してるんですかねだからまあ 何をもってね愛っていうかっていうのを、えー、と体験するために恋愛とかってあると思うのであの別に途中経過で相もどきなのに愛と勘違いして好き好きって思い込んでるっていうねあの体験をすることは別に構わないと思うんですね。だけどももいいつかかそそれれ本当のののっってて愛なのかっていうのを あの気づいていく方がいいんじゃないかなと思って今日の話をしてるんです。でまあ欲しい欲しい愛を欲しいとかもっともっとってやってる状態ってそれを与えてくれる彼がいる間は自分の価値を感じられるわけですよね。その気持ちが愛だと 勘違いして生きてると。まあ,あのどっちにしてもね。最後はがっかりする結果になる場合が多いんですね。なぜかというと、やっぱ彼も人間だから、えっ、ー、と彼も自分の人生を幸せにするために生きてるんですよ。だからあなたにとっての彼じゃないんですね。 あなたたを幸せにするための彼ではなくて、彼は彼で自分の人生を幸せにするために生きているからもっともっとが過剰にこう求められるとやっぱり彼にとってはそれは幸せじゃなかったりするのであの途中までは,は与えてくれるかもわかんないけどあのいやそこまではちょっと無理だよってなったりするわけですね。 か過分に求めていくっていうかもうそ,そもそもが植えてるもんで植えてるところにちょうだいちょうだいってやってるからそれは愛でもなんでもなくて欲しがってるわけでねでそれがまあキりがないっていうかもっ,もっともっともっとってなっちゃうから,から結果的にいやそこまでは付き合ってられへんよってなりがちですよねそれで愛が終わるっていうパターンも結構数々見ていますけどねで愛じゃないものをね 愛だと勘違いしてしまってる原因って何なんでしょうって考えてみてほしいんですけどまあおそらくですけどそれって多分ね自己愛が足りないんじゃないかなと思うんですね。あのまともな恋愛とか健全な恋愛をもしあなたが望んでるとするならばねまずはね自分で自分を認めていかれたらいいと思うんですよ。あの 自分のここととをちゃんとまず見てあげることで人から認められないと自分の価値っていうのは見いだせないんだという思い込みも捨てることだと思うんですね捨てはったらいいと思うであとは人がね認めてくれた良い点に対してちゃんと受け取ってほしいってことあの結構うちでもねうちの鑑定でも結構あのよくある 場面なんですけどあの来られた方の私あこの人こういうとこすごくいいなと思ったら結構口に出して言うようにしてるんですよこれは別に鑑定の人じゃなくても、えー、とお友達でもあこの人の特徴でこういうとこすごくいいなっていうのを私は結構発見するのが得意なのであの両,方両方発見します <laughs> 欠点もよくわかるしあのいい点もなんかそのまんま見れるっていうところは結構私あの長所かなと思ってるんですけど 何々さんってこういうとこすごいいいよねとかって結構言うんですよでも、まあ、まず皆さん受け取らないいやいやいやそんなことないんですそんなことないんですそこまで否定せんでもいいやっていつも思うんだけどね私はその時絶対言うのは今のはもう取り消してってちゃんとありがとうございますって言ってって言ってそこでその場で言っていただくんですよそれはなぜかというともういやいやそんなことないんですって言ってる時点でもう受け取り拒否してるんですね 人が、あのー「あなたってこういうとこいいとこやと思うよ」ってわざわざ口に出して言ってくれてるわけですよ。それってね言葉のプレゼントなんですよ。まあ言ったら愛なんですよ。そのあなたが思うような欲しい愛じゃないかもしれないんですけど相手はあのその人のいいところをわざわざ口に出して、まあ、言わなくてもいいんですよね言,言わばね。言わなくてもいいけど言,言ってあげることでなんかこう,う,んなんかこう心の中が嬉しい。 なるるかななと思って言ってて言たりすすわけですねなのになんか「いやもうそんなことないんです私なんて」とか言ってもうそれやめることですねか多分ねちょっとっ恥ずかしさはあると思うんですよ人に褒められたこと「いやありがとうございます」とか言ったらなんか、あのー、ちょっとくすぐったいっていうかねあるかもしれないけどもそれをまずねあのやってください。でないといつまでも自己否定のまんまだし自分のこと価値がないと思い続ける人生 から卒業でできないんですよそればっかやってるとだからそれはあの「私そんなことないんです」っていうのは謙遜ではなくてなんか愛のなんかあの何、ー、でしょう受け取らない態度なんで言ってる側からしたら寂しいんですよなんか拒否されたなみたいな感じでね <laughs> ご本人はなんかそれをいいことと思って言ってるみたいだけどいや相手からしたら寂しいなって感じですよ本当にだから自分のこと認めない人ってね人が認めててもね ととことん拒否しますよね「ななちゃんすごい美人やんか」と言っても「私なんか別に美人じゃないです」とか言って「もうそんなんそういうのやめましょうね」っていうことを思いますでだから自分の見か一番の味方は自分じゃないですかあの誰かに認められることを当てにして生きているとねその相手を失った途端自分の価値は暴落するんですよ でも他人がたとえあなたを認めなかったとしてももしかしたら批判したとしても自分だけは自分を認める絶対見捨てないっていうふうに決めて生きられたとしたらねそしたらね自分の本来の力が戻ってくるので自分らしく生きれるんですよ。でやっぱりね私思うのはあの人ってねみんなねその人しかないらしさを必ず持っていてねそう思って生まれてきてるんですね。 でそれがこの世界の世界をぜこの世界全体を一つの絵絵画だと,と捉えたら一つのピースなんですよ一人一人がパズルのピースみたいなイメージだから持ってきた個性をまんま認めてその個性のまんまで生かして生きていったらちゃんと自分が絶対ハマるピースの穴が絶対あるんですねだからそうやってそのまま生きたら本当はうまくいくのに なんかこんな私は嫌いとか言って誰か違う人になろうとしたりなんか別の個性を真似して無理やり演じて生きたりとかやってるから自分のピースが元の形と違う形になってるからどこの穴にもはまらなくてはじき出されてるそれがなんか人生うまくいかない,い,いあの理屈になってたりするんですね。 だから自分の人生うまくいかないまあ理由いろいろありますけど自分らしく生きてないっていうのも一つかなと思いますで生まれて持ってきた個性とか元から持ってる個性っていうのはこの世界の中でたった一つのものなんですね同じものはないじゃないですかだからそれは貴重なんですよそれがどんなにひどい特徴だったとしてもそのひどい特徴だからこそね生かせる場っていうのが絶対あるんですよ本当に まあそれをねいかに早く探すかなんですけどねそれを早く探した人が結構成功してるわけですよだからとりあえずはどんな変な自分でもまあこれが私やしってしゃあないなって認めて生きたら私はいいと思うんですねでもしもそのね変な個性でね迷惑他人に迷惑をかけてしまった場合はね普通にねごめんなさいって謝ればね 大抵のことは許されますから、まあ、少なくとも、まあ、怒られたりとかもう嫌われたりすることはあるかもしれんでも命までは持ってかれないんですよそう思って生きたらね <laughs> あの <laughs> なんか元気に生きて,生きていけませんなんか自分のことをこう否定して生きるよりももうこれが私やしもうしゃあないわって言って生きていく <laughs>、うん、そしたらね案外ねあのその方が自然だから人から見て自然なので あの案外ね個性がちょっとおかしくっても案外好かれますねでまああの異性とか誰か他人に認めてほしいとかいう価値観で生きてたらねおそらくずっとそれはね満たされ100%満たさ,されないと思うんですよで満たされたとしてもほんの一時期のことでまた失ってしまうその誰かがいなくなった途端に失っちゃうから だから、あの大事なのは他人がいくらね自分を認めなくても自分だけは自分を認める認め続けていければいいんですねそうすると誰からも認められなくても、まあ、通常ね誰からも認められないことってまずないんですよ誰かは認めてくれますからだけども大勢に認められる必要ってもともとなくって数少なくてもいいから本当に認めてくれる人がいればいいと思うんですねそうするると、ある程度、 自分で自分を認めていくとさっきのね愛のコップ心の中の愛のコップがだん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 満たされていくのでそうするとバランスの取れた恋愛ができるようになるんですよさっきみたいにお腹空いてたからもうカサカサのパンでも食いつくみたいな感じじゃなくてあのそ,そのカサカサのパンを出されたらいやいやこれはいらないですって言える状態おいしいパンが食べたいですって言える状態になるそれがバランスのいいあの恋愛かなと。 だからカサカサのパンっていうのは相もどきのねあの下心の愛みたいなやつねどう見てもそれあんたのこと好きとかじゃないやんみたいなそんな男の人にでもさあの姿で離れられない方っていうのはそのカサカサのパンでもいいから欲しい人とちょっと似てるそういう意味ですねで今日は不倫の抜け出し方みたいな不倫のねあの特徴不倫に陥りやすい人の特徴みたいな話になりましたけども あのー、まあいろんなところにつながってる要素だと思うので一度ね、まあ、今日私がこう話した話をあの自分自身どうかなってこうね振り返ってみるきっかけにねしてもらえたらなっていうふうに思って話してみました、はい、それをねあの今日は考えてほしいなっていうそういうお話ですはい <music> ということで本日のお話は以上になります。で、は、ま、い <music> 続いては日本動画でお会いしましょう。